もう絡みのシーンなんですけど、実はもう目の前にこう男優さんと深田恵美とカメラマンさんいて、こう横にモニターこうあるんですよ。ここにモニターで本当に実際の映像が見れるんですけど、さすがにこれ YouTube で映せないんで、僕たちは見るんですけど、リアルで僕たちが見た映像を僕たちのリアクション見ながら予想してください。すいませんね皆さん、本当にこればっかりは、本当にこればっかりは、人数も10人ぐらいありますね。めちゃめちゃ賑やかな雰囲気で、なんかわきあいとしてて、ここから始まると思えない。本番どんな空気になるのかってちょっと想像つかないですよ。つかないです。普通に談笑してる、急にスイッチ変わるのかなとか。そうなんですよ。ここがもうちょっとなんかすごいね。すごいっすこれ。作戦会議みたいなのをしてます今。どういうので撮ろうかとか。あるんかね YouTube で。なかなかないんちゃうかな。いやないと。目の前で見とるっていうの。ないし、あったとしても、ピカルクラスの人がやるのはない。ここ多分二度と現れないと思う。うわ、はい、始まる。はい、わかりました。本番。本番。いきます。はい、よい。ちょっとね、これね、YouTube じゃ流せないっす。流せない。やばいっす。やばいやばい。本当に。すごいとしか言えないんですけど、あと音で分かるんじゃないかな、ちょっと。でも。いやもうね。流せる音なんですか、あれ。いや、全然あれです。チュパチャップなるだけやまあね、あと、なんなら俺、男優さんよりも早く勃起してたからね。全然男優さんより早く勃起してた。余裕で。もうギンギンよ、今。ちょっと。マジこれ流せないけど。全然ギンギンだから流しますけど、もうあのキスの時点でもう俺言ってたもん。もうやばいわ。いやあれすごいね。あとやっぱ なんだシュールだよね、めっちゃなんか笑っちゃう。エロさと面白さと大変さ。あーもうキスどのシーンで一番熱かったっすか。僕は3000点で俺は 足をこう、こねくり回してた時、足でこねくり回してた時はやっぱエロかったっすね。へえ。いや、そのへーって言ってるんですけど、どうだったんですか。でも見てないですもん、俺見れなかったですよ、逆に。あー、そうかそうか、撮ってるの集中して、ちょっとチラ見はしましたけど、やばいっすよ、すごかったっすね。あとやっぱ喋れないじゃないですか、やっぱあの場で邪魔しちゃいけないし。だからモニタリングで見たかった。あー、確かに、その解説ができないというか。あー、確かに、それはありました。雰囲気壊しちゃいけないじゃないですか、音声入ってもおかしいし、なんかあれモニタリングで言えたら一番いいかもしれないですね。いや、あれはすごかった。すげえな、でもちょっとエロかったっすね、やっぱり。今そのシーンはめてるんですか。今もしあるんじゃないですか。はめてるのは見ないんだ。います。流せないもんね。でもね、でも完全に流せない。流せないですけど、あのあとはめるんじゃないですかね。はめだけ見るじゃん。逆にはめ見ます。一回はめ見たくね。はめの見てる映像も欲しいですよね。でもね、はめじゃあ行きますから、ちょっとハメ見るんで。でもなんか逆にあの画角はあの画角で売れるんじゃないかっていう感じだった。分かる分かる。あれはあれで逆になんかむしろなんかエロかった。むしろエロい感あるよね、あっちの方がやっぱエロいんじゃないくらいなんかこうあったというか。いやすごいよね、どうでした。念願の見れたわけですけど、いやもうちょっと感無量っす。ホントにプロの手際でしたね。なんかやっぱこの周りとの連携もめっちゃスムーズなんですよ。いや俺すごいと思ったのが、一回もカメラ止まんないんですよ。いやそうもう流れるように本当にリアルなあれをそこでやってるんでしょうね、一本回しなんですね。いやそうなんですよね。あれ結構やっぱこれ完全見た時の面白さすごいあったと思って、なんかこの男優さんとかの動きめっちゃ素早いですよ。確かに。でしかもこういった後にこうすぐスッていける、これがもう、その速さがもう MMA みたいな、そのもうすぐあもう格闘技こうやってこう足いくんかみたいな、その寝技入るぐらい。いやめっちゃすごかったですね。素早かったよね、はい、あの流れるようなやつは。でもそのもちろん画面で見えてないところなんですよ、それがプロを感じてる。そうですね。でそこの頑張ってる感をいかに出さないかっていう、はいはいはい、いかにこう普通にやってるよっていうのを見せる技術っていうのが。だって水分補給も本当にちょうど見えてない時に一瞬だけ水を渡してたんで、そうです、あれすごかった。
ったよね。だからそのやっぱ演者さんとスタッフさん の, その連携がすごい取れてるんだなっていうのと、うんうん、やっぱリアリティのためにカットはしないんで、ね、ムードが盛り上がったタイミングがあるんでそのまま行っちゃうっていう、熱を冷まさないっていう、そうそう、あれのカットないのすごいね。そうそう、俺結構カットあると思ったね、うん、俺あの1回100万チャレンジやったじゃないですか、うんうん、あそこで1回俺カット挟まれると思ってたんですよ、うんうん、確かに確かに、ノーカットだもん、ね、ノーカットですね。たまに深田さんがこうなんか笑っちゃう時あるんですよ、乳首立ってるんで、そこもまた可愛いんですよ、そのエロの中のなんかそのちょっと素出ちゃった感、 あれめっちゃいい、あれよかったあれめっちゃ良かったわ、うん、あれ立ちました、もう立ちました、もう2回目立ちました、ちょっと収まっちゃいましたけど、ちょっと真面目な話しちゃって、いやこれは本当ありがとうございます、本当にいろんな経験させていただきました、本当にあれすごい、普通じゃ絶対見ないですもんね、見れない、あのしかもなんか俺ら部屋に入りにくくてね、はい、でその覗き見スタイルみたいになったけど、そあれもまたよかったね、確かにそのドアからこう見てこうもう入れないから部屋にこうこうやってもう見る感じ、あれは贅沢なことですもんね、いや贅沢よ、普通じゃありえないですもんね、ありえない、ね、その男性の夢の一つですね、夢だね、男の夢の中の夢の、いや一つ叶っちゃった本当に夢が、うん、すごいわあれ、俺らが今一番幸せだと思ってて、やっぱあれ見すぎたり見すぎて慣れてると思うんだよ、だから今多分一番楽しいです本当に、うん、マジでエロかったもんね、うん、これ多分販売されるのは数ヶ月後なんですよ、あそうか、三上さんの時も撮ってから3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってから販売されたんで、そうなんだ、僕買いましたよ、ええー、まあ、はい、確かにちょっと買いたくなるもんな、買わなかったさすがに、うん、俺裏側知ってんぜって痛いしね、確かに、うん、あの裏側に俺らいたいたっていうね、そう、あいやそれは光栄だよね、うん、うわ楽しみだな本当に、うん、本当の 3D ですもんね、いや本当の 3D っていう次元じゃないよだってもうその音とかもさすごい、いやあれすごかったっすね、なんせやっぱこれなんかなんていうの、やっぱ俺らも生で見れてるってことは、うん、もちろんモザイクもないわけですから、うん、それはすごいことですよ、ノーモザで見てるんですから、ありえないですよ、ありえないよ、見ちゃってるのよもう深田さんの俺ら全部ね見ちゃってるんですよ、無事ですね、うん、もう見ちゃってるっつうのすごいっていう話、うん、まあまあそうですね、見てないでしょ、俺見てないですね、あれはすごかったな脳に焼き付けてますもんね、焼き付けてます、はい、忘れないですか、俺はだからその勝手も本館で見れるから生を見てるわけですから、うん、確かにだからほんま脳の短期記憶長期記憶だけど、うん、一番長期記憶とか置いたもんね、確かに一番ね、忘れ一番大事なところに置きました、海馬、はい、うん、の真横に置いた、今置きました、脳の海馬の、うん、他のやつ全部どかしてこうバーンっていって、うん、とりあえず他の意味がバーンって全部、大事な記憶2個くらい消えたもん、消えたね、うん、さっきので、うん、楽しいな、やっぱりこうマスクしてるんだけど口元ずっと似合って、ついちゃったね、わかる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 、前さんも俺ら撮りながらめちゃくちゃ目元シワいってるんですよ、いやわかる、目尻でもやっぱむっつりだからなんか俺を興奮してへんみたいな感じ出すのやめてくださいなんか俺はこっち集中してるからみたいな感じになってるけど、もうこれもうみんな見えないから言いますけど、もうビンビンでしたもうこことここがもうカッチコチでした、こっちの方が弱かった、こっちの方が弱い、今日こっちブレてますか、こっちと若干ブレた、若干ブレ、こっちが硬い分こっちやらなくなった、最後なんて こっちで触ったもん、そう触ってた、もうこっちで触ったもん、こっちでこうやってた、2台持ってた、2台持ってた、持ってたもんな、ここを支えてたもん、一番硬いからね、ここが本当に勘弁してください、まだ見えないからこれすごいな、マジで、ちょっとその撮り終わった後の感想でも聞きたいよね、あと深田由美の感想も聞くし、うん、男優さんにも聞きたいし、まあもちろんもちろんもちろん、いけるなら、あと監督の話もちょっと聞けたら聞きたいし、確かに確かに確かに、はい、今日どうだったのかっていう撮影、そうですね、どこにこだわってんのかとか、あとその AV に対する愛っていうのあると思うんですよ、今の AV 業界に対する嘆きもあるでしょうし、こう期待のあれもあるでしょうし、そういうのも聞きたいですね、生々しいところ、確かに確かに、ちょっとそこまでちょっと失礼しますか、ちょっと今そこまで行きますよ、うん、もちろん楽しみだな、この撮影豪華すぎません？いや豪華だよ、これはっきり言って豪華客船2泊3日より豪華、いや全然豪華、うん、もうここで寝れるもん全然、うん、もうここでもうずっと痛いもんね、うん、これだからディズニーでミラコスタすごいって言うやん、これ男のミラコスタやから、あここ間違いない、聖地っすよね、マジでね、いや聖地だと思う、これもう踏み入れられないからお金で買い行けないっすかね、お金払ってもいけないわけだから、うん、こんなの僕は俺らのラフテルやから、ラフテル、たどり着きました、うんね、分かりました、ラフテル何やるか、うん、ただみんなには言えないけど、存在何か、ワンピースの存在何か分かりました、ただ俺はだちょっとね、ヒカルも前回は言ったけどね、ちょっとまだ早すぎたね、うん、前回はね、うん、俺にはまだね、確かに俺にはまだ早かった、これがもう最終話です、うん、もう本当にありがとうございました、今まで本当にありがとうございました、ありがとうございました、本当にラフテルです、ラフテル到着しました
く喋りたい、どうだったのか。俺らがいてやりにくかったかどうかもね。あー確かに。男優さんがもう変えられるみたいで、最後直前ギリギリインタビューできるかもしれないですよ。次の現場があるらしいんですよ今日。ええー。ま、今日2、3個現場あるらしくて、やばいんだ本当に。男優さんです。次の現場があるみたいなんで。すいません、ありがとうございます。歴ってどれぐらいあるんですか。歴もう5年6年とか、そうなりますかね。1日に複数現場があるって結構当たり前だったんですか。そうですね、まあ結構自分なんかは1日多い時でも5件とか。今日なんかはもう2つですかね。すごいっすね、体力すごいっすね。立つんかなと思って。確かに確かに。敵はプロでしたもんね。いや正直かっこよかったです。でもあれですよ、もうケニちゃんだから、ね、あーなるほど。ケニちゃん教わりたいです本当今度。教わる全男の、ね、教わりたいことだと思うんで。確かに珍しい仕事ですからね。でもどうなん、プライベートでも、はい、エッチするのかなっていうのが先に気になってたんですよ。プライベートもまあ全然しますね。まあ別なんです。別っすね。また別なんす。てかまあ一緒っちゃ一緒なんですけど、うん、まあ別ですかね。あんまりね、そんな取られながらセックスすることそんなにないと思う。確かに確かに確かに。違う感覚なんだろうね。違う感覚ですかね。取られながら立つっていうのがまず普通にハード高いですね。普通だとまず無理っすよ。立たないですよ。そこでね、いやでもなかなか今日はあれ抜けに光さんがいると思ってね。なんかすげえ違うプレッシャーを感じます。そうですよね。なんかすげえ人いると思って。そうっすね。抜きに光るいいの嫌だろうな、確かに。嫌ですよね。嫌ですよ。だってなんかオーラすごいっすね。ちんち見られてるってことですよね。そうですよね。でもね、恥ずかしいですよね。人に自分のね、あれを見せるのは。そうですよね。その中でもやっぱその仕事やり遂げるっていうのは。でも結構ね、稼がれてるんじゃないかと。身につけてるもん結構ね。思いました。だってカバンもグッズだし、ね、意外にすごい稼いでるのかなと思いました。あれなんか今日緑でいい感じ。はい、あの同じもの感じました。勝手に。すみません。やったなマジで。ですよね。ちょっと本当にお過ごしながらありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい。またお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。エミちゃんの写真を。はい。お願いします。ありがとうございました。すみません。めっちゃモテそうだもんな。おしゃれっすね。うん、おしゃれっす、おしゃれっす。おつまみね。いや、かっこいいっすね。絶対モテる。絶対モテるな。しかも女性の気持ち絶対熟知しない。確かに。か女性側からあの人がいいってなんか、うん、なんかなりそう。ありそう、ありそう。だから多分現場多いんじゃない。確かに確かに確かに。そうそう、絶対もう。あの人だったら、うん、したいっていい人、おりそうだもん。確かに確かに。それはそうだわ。で体も結構良かったしね。はい。うん。なんか、もう切れてたじゃないですか、確実に。うんうん、やっぱどの世界でもやっぱそのプロじゃダメなんですね、うん、トップに立つには。確かにそれを感じましたね。結構すごかったよ。だって多分あれもエルメスだ、ね、エルメスのあれ多分20万ぐらいする、うん、あれプレスエルメスや。下はロレックスのあれゲートジャストっすよ多分、あの金のコンビなんであれ多分、あれだから100何万しますよ多分あれだけで。夢あるな。うん、グッチのカバンも高いんで多分あの人多分トップレベルだから、ね、いや絶対そうですよ、ね、トップになるとすごいんでしょうね。すげえな、体一つですごい世界来たよ。ね、いや本当異世界ですよ。本当世界、知らない世界を見させてもらってる感じがあるな。みんながいるから俺らもお世話になってるんで、ね、いや本当に正直やっぱああいう、ね、男優さんがいるからこそいい表情が出て、それで俺らが気持ちよくなれるっていうことじゃないですか、うん、お世話になってるんだろうな。見えないところでみんなそうなんですよ、うん、みんな見えないところでお世話になってるんですよ絶対あの人に。